この交通事故の悲惨さを多くの人に伝えようと、浜松市では交通安全県民運動に合わせて命のメッセージ展が開かれています。こちらには交通事故で亡くなった方の身長と同じ高さのパネルが並んでいます。中にはこのように小さい小さいパネルもあります。3歳3ヶ月で亡くなった子です。等身大パネルや遺品の靴など、理不尽に命を失った人々の生きた証が事故の悲惨さを伝えています。浜松市は全国の政令指定都市の中で人口10万人あたりの人身事故件数が12年連続でワースト1位となっていて、その状況を打破しようと市が開きました。会場には他にも車、自転車、歩行者の3つの立場で事故を防ぐポイントや注意を促すパネルなどが展示されています。自分が事故に合わせないためにはどうしたらいいかということを考えてもらう交通安全のパネルも用意してございますので、それを両方見ていただくことによって事故を減らしていきたい、こういう機会にしたいと思います。このパネル展は浜松市中区の煙鉄百貨店で今月20日まで開かれています。